何？あ、知事から？知事からこれ何？大村さんから？大村さんから、あ、これだろ、これ。かぶってくれみたいなこと？あ、お断りしといて。うん、それはさすがにできないよ、それは。俺らマツケンじゃないから。いや、別にかぶるよ。ああいうのはお笑いを知らない人だからできるんだから。まあね、だから正直ね、これやっぱマツケンさんがやるから面白いっていうのは、そうあの松平健が、ね、そうだよ、そうだよ。俺らだって普段からこんなことやってんだもん、ね、やってんだもん、こんなの別に散々何にも何の違和感も面白みもないんだよ俺らがやってもね。ごめん、意外と面白かった。松意外と楽しくなる。愛知ね。言っていいのかな、わかんないけどさ、うち娘がね、とある小学校に行っててさ、うん、入学式の時にさ、うん、5、6個と離れたところにさ、松平健さんいたんだよ。あらあら、同じ学校。そうなんで、同級生で今同じクラスなのよ。あらあら、そのお子さん、うちの子供と。松健さんって今、新婚でしょ。新婚じゃない、うん、この間、ね、ま、ご結婚なさったみたいだけどさ、お子さんが一緒でさ、それは PTA とかで、じゃあ、うん、だからそのうちね、多分まあ、ご挨拶させて、そうだね、あ、どうも松平さん、お世話になってる。いや失礼だよ、この格好で挨拶。上田の子がお世話になってる。、うん、だからほら、やっぱ名古屋ね、愛知はさ、うん、いろんなほら、もう、ね、もう愛知はやる必要ないよ、大体別に PR しなくても、ね、PR する必要ないよ。確かに、もうだって愛知はみんな知ってるしね。ふざけんな。んで切れたの。なんで愛知だよ、お前は。こんな、じゃあ、いい、お世話になってんだから今。お世話になってるけどさ、ね、うん、お前熊本のなんかそういうのになってないの。何にもないんだよ、そのいわゆる観光大使だとか親善大使とか。でもくまモンがいるからな。そうなのよ、熊本はね、まずね、ちょっと俺らがさ、ちょっとね、テレビ出始めた時にさ、お、なんかそういうね、熊本のなんか PR 大使みたいなの来るかなと思ったら、まずスザンヌに行ったわけよ。でね、スザンヌは結構なポジションだって。スザンヌ、県知事がいるじゃない、うん、で、まあ副知事の次のポジションスザンヌだったのよ。そんな偉かったの。あの広報大使というか。あ、で、スザンヌがそのお役目がまあね、一応ね、もう終わって、次俺たちかなと思ってて出てきたのがくまモン先生よ。あ、くまモンが。その点埼玉は何にもないな。やっぱね、埼玉ほら言っても都会、まあ、いわゆる東京の隣じゃない、うん、そんなに活性化しなくても活性化してるだろうっていう。あのね、埼玉県民ってやっぱりね、自分たちは大したことないって分かってんだよ。え、どういうこと。何、大したことだから。全国的に埼玉のイメージってさ、ダサいとかさ、まあまあ、そういうイメージだろ。で、それを十分分かってるわけ、もう子供の頃から。もう、だけど、うん、関東圏で言うと、うん、千葉だけは許せないんだ。なんで許せない。やっぱそのライバル意識がある。千葉ふざけんなとは思う。なんで天気予報でね、うん、関東地方の天気ですって時に、うん、俺らの子供の頃はまず東京何々っつって、うん、次に神奈川なんだよね。はいはいはい、まあまあまあ、神奈川何々、ね、その次なんだよ、うん、千葉が出るか埼玉が出るか。おお、なるほど。そこはもう局によっても違ってたんだけど、うん、もう千葉が出た時のもう腹立たしさっつったらね、はぁーみたいな、千葉なんかどうだっていいんだよみたいな感じで。それでだから千葉とはね、すごいそういうつばぜり合いがあるわけ。千葉もあるんだ。埼玉には何が埼玉。ところが最近千葉ね、それは俺の子供の頃だ、ね、うんうん、その後千葉にまず成田空港ね、それから東京ディズニーランドって、この2つできてるわけだよ、うんうん。したら千葉の野郎たちが勘違いして調子に乗りやがって、いやいやいや、埼玉さ、何ディズニーとかあるわけ。誰が言ったんだよ。いや、もうそういう態度なんだよ、まあ、千葉はね。だけど俺たちから言わせればさ、ディズニーランドってアメリカのもんだよね。しかも東京ディズニーランドだぞと。成田空港も新東京国際空港、まあまあ、お前東京に乗っ取られてんじゃんと。ね、
千葉で勝負しろよ。こっちは埼玉で、埼玉だけで勝負してんだよっていうさ、お前らのあのその偉そうにしてんのは全部東京の、東京のふりをしてるだけのことだろ。ふざけんじゃねえよというその気持ちがあるわけ。何を抑えて抑えてみたいな。テープチェンジしてる場合じゃないんだよ。大丈夫です。大丈夫。三、二、一。だからそういう意味だな。だから。ちょっと待って。よくテープチェンジするやいない。同じテンションできるんだ。千葉はさ違うだろって話なんだよ。